いや日村さん何なんですか設楽さん <laughs> あのーえー、同窓会行ってきましたねそうですよね、うん、先週のね生放送終わって、えー、そうですこのゴールデンウィーク、あのー、田舎帰って、はい、まああの俺実家の方に帰ったのも1年ぶりぐらいだったかの同窓会それがまあ中学校の同窓会だったんですけど、うん、まあもう卒業から会ってない人がほとんどですか中学校の。うん 22年ぶりですね22年ぶりなんですよなかなかないよねうん俺は一回もないもんねああそうあるんだろうけどねあの一回ね俺は初めてだと思ってたら10年ぐらい前に一回やっててで十10年刻みでやろうみたいなあいいねらしいいねじゃ次は10年後とか言ってたけどうんまたそれが早まるかもしれないけどよかったですようんそれでここで話してた格好服をどういう服でいけかどんな服で行くかとね うん、まあ楽しみになってで、寸前になってどんな格好にしていけばいいのかな、うん、みたいな、いろいろここ、ねね、先週も話して、ホットキャスト終わってからも、みんなでまたそんな話して,てそうあの経験者がいっぱいだからね、同窓会に参加したことある方からすると、いや、設楽さん、その格好だめですよみたいなね、こういう格好でいこうと思うんだけどみたいな。うんうん、い,やだいやいやいや、二つあるんだよね、だから要するにその同窓会に行くための服装はこうじゃなきゃいけないっていう、プラス、うん、東京に出た設楽治む芸能人。<laughs> 俺が、こうチームに帰るときに、どういう服装で挑めば、うまくなじめてるのかっていう。<laughs> みたいな。ただ、なじ、うん、みすぎる感じじゃなく、ちょっとは格好つけたほうがいい,みたいなそう、ちょっと,っと,な,とっなんか変、そういう、なんかいろんな話し合いを持たれた結果ね。結果。結果、どんな格好でいったかっていうと、ラジオの方では言いましたけども、はい、えーまあジーパンに、上は中、白い V の首のシャツ、T、うん、シャツに、黒いジャケット。ジャケットという。 うん、っていう、オーソドックスな。でも、ね、ベストパターンだった。でも、写真見してもらったけども、やっぱり、それでも、ちょっと浮いてた。浮いてたうん。俺は、あの、まあ、全部見てないからね、会場行っ,行ってるわけじゃないからわかんないけども、うん、やっぱりちょっと芸能人。<laughs> <laughs> 出ちゃってた。出ちゃってんのよ。<ー>出しちゃってんのよ、やっぱり。<laughs> ごめんなさい、本当に <laughs> <laughs> <laughs>。よかった。結果でもね、うん、あの、そうかなと。でもね、うん、あの、やっぱ、 あの思ってたよりもそんなね大倉が言うほどあの田舎のね変な感じっていうよりもまあもちろんスーツで着てる人がほとんどみたいな言い方してたじゃんだけどスーツの人よりも普通のラフなカジュアルな感じのねなんかあのシャツだったり長ティみたいな人もいたしねうんだけどスーツの人もいた実際。 添えられてたんですかその格好は添えられてたハガキみたいなの来るじゃないですかこういう格好でどうぞみたいなああそんなんいや添えられてはいないでもでもって言い方では違うかもしれないですけどやっぱその差は多分あったと思ったあるんでどういうこと地元と東京地元と東京の差っていうか地元と芸能人の差地元と芸能人の差はいそれはそうだな明らかにありました申し訳ないですけど何が さっきの写真チラッと見せてもららいいまや俺だから写真撮ってきたの見せたわけまたよ,また,よまたちょっと見せようかえ何が差があるっていうどういうこと俺がそんなさん,んつったらいいんでしょうあのよくあの田舎とかロケ行くじゃないですか、はい、あのその時にタレントとこうカメラの外で写ってる写真とかあるじゃないですかよくあるそれぐらい差があるあだからうち来るとかでねよくね、はい、その時のとあの当時の芸能人がちょっとこうシークレットで現れた時のあの差ねわっと思うもんねこれ芸能人みたいな<の>これがうん、うん 同級生みたいな同級生とその芸能人とのあのさびっくりするもん女性とか特にびっくりするもんねわっと思うもんねああそうでもね女の子はねやっぱちょっとねなんかこうちょいといい格好みたいなこの台の皆の中でしたっけそうそうそう皆の中このレベル高いでちょっとそうですねこれル高これみんなその何つうの幹というかこの子たちがみんなそういうのやってくれて高いよね そういう T シャツ作ったりしてミナチューチューってこれが幹事の子たちでこの子たちがみんなの連絡先だったりとか会場を抑さえたりそういうのやってくれてたんだけど女性の人たちやっぱすごいですね何が全然落ちてないっていうかかわいいかわいらしいっていうかこの中だってこの2人ぐらいはだってヤンキーだった子だもんヤンキーというかちょっとそういうおしゃれだったりとかだからだからだからよ そちょっっと気てんだよ可愛全然思ってたよりねそう俺ババになってるかなと思ったら女の子たち結構ねみんな「おお全然」とかいやこのぐらいの年齢からね生まこうセクシーを残してたりっったらねですよただね日村さんねこのね新たなセクシーの領域に入ってるってことに俺は気づいたね新たなセクシーもう言ったら同級生が36歳とかでしょ363三七。やっぱね俺ね 思うんだけど、まあ、昔はね、うん、それは若いに越したことねえとか思うけど最近思うんだけど <laughs>、うん、このね「売れたエロス」って言、ねうんね、別に熟女同うじゃないんだけど、うんうん、このね同窓会のこの中学校の、ね、頃のイメージのままなわけですよ。要は22年間っていう空白のこの時間止まった状態言ったら卒業した頃の同級生の記憶で。うんうん ザンって現れた22年後なわけですよ、す<ご>女の子とかね。いいねでも、まあ年はもちろん取ってんだけど、うん、あれ何このエロスみたいな、うん、そうこのね、醸し出す女性の魅力的なものっていうのはね、うん、出てた。22年ったらもう、すごい時間なんですから。でもこういう感じの子もいるのよ。この子なんてのは、 この子なんか東京ちょっと出てきてるから、やっぱ、東京はやっぱ天神だよ。大倉のさ、その、そのさ、評論家的な感じなんなの違うのやっぱ違いますね。全然違いますね。やっぱこう、 人の目に触れてるっていうか。一発東京でね、ずっぽり秩父じゃないって感じでしょはい。はいうん、確かにその人の目に触れてるって、秩父だって人の目に触れてるわ。<laughs> その、目の厳しさが違います。まだ、まあ、この方、まだね、結婚してなかったですから。はい、やっぱそうです、ね、全然青山とか銀座とか歩いてても全然違和感ないもんね。はい、せあれじゃないですか。ちゃんと。なんでお前今,今、せ あっ接客業思っ人あ、接客業。あ、人かもしれる。い要はあの僕の同窓会の時もそうだったんですけれどもやっぱ現役主婦じゃなくて働いてる女の子っていうのはやっぱ人と触れてるのでそうそう全然違いましたウディングねプランナーとかそういうお仕事されてそうだよねこの子そんな仕事まで聞かなかったけどねこっちこっちどんどんやると見れる模様が左左のあ左か ああなるほどその撮ったんだからいろいろこういうパターンもあるわけですよだからおそらく彼女たちはふだん秩父に住んでてで今日はおしゃれしてきたって感じまあまあその女の子はいろいろだった面白かったよでもスタジオに会ってそんな話とかもしたりしたどんな学校でとかいう このスリーショット同級生ってありえないよね。これどれ,これ先生じゃないですかもうほんそうでしょう。え、どれ<や>同級生じゃないですか俺これ一回これやああ、これ同級生。え<っ>これはこれこれ同級生で結婚してるパターンだ。この差、この差。ほら、この差、この差。はい、この差なんだって。<laughs> この差はすごいよね。この差って言われてもさ、写真。大地じゃないもんね。そうですね。おじさん。おじさんじゃん、やっぱりこの方で申し訳ないけど。おじさんですね。たまたまあった。バナナマンに会ったって感じ。あった。いい話、いいみたいな感じのね。地元の方でね、やっぱ。ああ、でっかくですね。やっぱ、トールくんすごいわ。南トールは垢抜けてるよね。タレントレベルですよ。いや、タレントですよ。本当に。 とうしとかでも、はい。とうしんきとかにともかしが<然>。<laughs> でも本当ね、同窓会はね、うん、あの。もう俺、もうね、まあまあ。そのなんつうの、終始、一次会、うん、二次会出て、うん、終始ね、写真、うん、サイン。うん みんな、それはね、すごかった。何で笑うのいや、違います。何でこれ先生です。これは、これ同級生じゃないよね。これ先生です。だって二人ともつるっぽけじゃないのつるっぽが野てに二人現れたから。先生だよね。うん。これ同級生。でもこういう時が来るんだからね。これが同級生みたいな。これ同級生だったらちょっとね。うん。この真ん中の子とかね。真ん中の子さっきしたらさ、気った。元ヤンキーってのは終わる。うん。どれ もっヤンキーという雰囲気がやっぱあるから。すごく真ん中。すごくいい子です。あ、この人なんか。あの高校生の子供にでも、一番上は。ちょっとこうアップしてみようか。ほら。いいよね。ほら。いいよね。ちょっと今こうアップしてみったこれでもね、やっぱ同窓会とか行くとね。なんかね。なんつうのかな。ほっこりするつかね。うわあ、やっぱ。 昔をこう共に時間を過ごした感があるつかね安定感とかね変わってるからこそまたね女の子とかと喋ってても昔だったらなんかわちゃわちゃしてる感じとかがちょっとね一回もうある程度のはもうさ言ったら若い時期も過ごしてなおかつ結婚だ何だもあってのの今だからなんかいいんだよ絶対いいよな俺の中の中の中学校って あんんままりエッななな話とかさ、ま、だなんかさだ、ね、いやそう高校生ぐらいじゃん急に、ね、俺その時期をまずこう女の子がなしの状態だったか,あそうか高校は特にね工業、うん、機械科だったからそうそうそうそれ急に22年経って、うん、ちょっとエッチな話とかもできちゃう感じねちょっとお酒とか飲んじゃうからねそのねあのね俺が思ったのがね、うん、その地元にいる男の、ね、友達とかが、うん 超ね下品なわけものね俺の地元秩父ってあのねなてつうのかなシャイな口が悪いみたいなノリの感じあんだけどなんかねいきなり一個久しぶりに会ってる女の子に対して「おめえ太ったな!」みたいな「悟空」みたいな「おめえ太ったぞ!」みたいな急に言っちゃうみたいなこれけど女の子も「なんで言うんだよ」みたいな。 そうそう、うん、みたいなあとさっきも言ったけど、うん、そういう昔の同級生が「うん、えいくらもらってんの?」みたいな急に、うん、いきなりこう。うん 何桁ストレート。150を超える。っていうストレートを投げてくるもうどんけ何桁何桁 ?2 桁 ?3 桁どんぐらい回ってんのって。いやいやいや。いやって言ってんのに。え、いくらいくらいやいや、まあまあまあ。ねまあまあまあ。言わねえよ。こんな金のことが。みたいな。とか、そういう感じ。でも面白かったな。よかったです。いいっすよね。また、そういうのがあったら行ってみたいなと思って。なんかでもすごい、 んか今単純にさ、うん、結構いろいろ仕事にやらせてもらって出てるから、うん、すっげー見ててでなおかつ地元のやつらだから全然さあんま仕事がない頃からちょっとしたのも見てるわけ、うんうん、あそっか深夜ちょこっとネタで出させてもらえたとかね <laughs> そう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 ,いうやつ、ね、そう昔のあれ出てたでしょ、うん、みたいなすっげなんかねその中でもね 恩音せがましいやつみたいなのがいるわけあれも見てたからねとかさ。俺知ってたんだからな、実は。あの頃から、なバカなことやっててさ、みたいな。はいはいはい。で、こっちもさ、久しぶりだしさ、ありがとうね、なんつってるけど、だんだんイライラしてきてさ。あまりそこまで言われすぎじゃねえぞみたいな。うん、やつで、そういうやつには言っちゃうね。うん。うん。なんつったお前、なんだよちょっと急に強めのやつ。うん。 面白そうだなどう笑いながら調子のんじゃねえよって結構強めにグーでパンチする友達だからめちゃくちゃわかる俺だってこの前劇団ひとりのライブ行った時にあのヤ山崎モーターズさんおおノンキースの山崎さんヤマさん俺はもうかなり久々にお会いしたのもうちょっと嬉しかったもヤマさん元気でああそのね そうやっぱ昔の,なんかその仲間に会うってちょっと違うよね、うん、なんかあの感じだよね、うん、要するにその同窓会ってねいわゆるしかった、ね、おおみたいなねおお日村みたいな感じで、ね、すげ変わんない感じのテンションで、うんうん、山さんでも日村さんって意外とさそういう人をさ、うん、結構ないがしろにするじゃんあの、うん、なんてつうのかなあ分かる 言わんとしたることはあるあるでしょあの麦わぎのねね秋元ちゃでしょうんマネージャー昔俺らも一緒にいろいろやって俺らのマネジメントもしてるぐらい秋元ちゃんはほぼ俺らのマネージャーだった違う営業を取ってきてくれたりしてたんだからね違う事務所なのにその秋元ちゃん結婚でねされてね辞めるっつって旅行行って新婚旅行行ってそう新婚旅行をもう1年以上かけて世界一周もあるって韓国なんかね結構な旅行ですよ で久々おぎやぎのライブかなんかであったんでしょ向こうのテンションは「うわ日村さん!」みたいなねえ日村さんはちょっとキょとんとしておあこれマジその時も言ったけど本当に秋元って分かんなかったのが本当なのよマジでほいで秋元でそれでそこはいいよ分かんなかったでしょあれちょっとでおおっつってその後ですよ秋元ですって向こうが察して言ったわけだよね もう分かんなかったってでもそんな変わってなかったよ俺分かるだからね秋元ですっつった後の日村さんの対応知ってる覚えてるどんなだっけうん分かってるよそこが俺の最低なとこやそこが俺の最低なとこうん秋元ちゃんって言えいいのに分かってるよそんなことってやっちゃうほいでそそくさん席に行っちゃうそしたら向こうはずっこけちゃうないそうなんだみたいなねそれは俺のいけないとこよ だから同窓会って日村さんのそんな感じみたいは。あね。うん。でも同窓会だったらさすがにそんなじゃないのかな。いやあ、ひむちゃんみたいな来てさ。俺俺みたいな。わかんないわけよ。日村さん。ねどうするそしたら。いる。絶対いるのよ。何人もいるから。そうだよね。俺俺みたいな。おお。 名前覚えてるこうの感じ。<ー>俺も実際会ったわ。何人も。名前覚えてる。向こうはもう完全に見てるから、<laughs> ね、毎日、日ね、毎日会ってるわけじゃないけど、もう認識してるわけなんだ、ね。ほんで、ね、日村は俺のことを覚えてる。絶対みんな、俺の同級生だとか、<laughs> ね、<laughs> 昔こんなことあったんだっちっちゃいエピソードをもう、要は、周りに言ってるもんね。周りに言ってるし、何回も言ってるから固まってるわけ、その出来事が。で、向こうに言われることを、うん でも全部が全部覚えてないじゃん。ぶっちゃけ覚えてない。ね。だから向こうからしたら。覚えてるよな、俺のこと。なるよね。超ニコニコ。地獄じゃん。全然ないでしょ、こっちはもう。覚えてないわけ。マッチョくらいでしょう。おお。何やってんだよって、どんどん探るわけだよ。おお。今なんとかやってんだけどさ。おお。ね。でも逃げられない状況が来るわけ。うん。さい。 おいいよサインつってパッてサインするじゃん名前書いてもらっていいもう終わりだよもう終わりだここでもう言うわけよもう終わりだよ名前なんだっけだよねこれ一番それしかないじゃんでも名前なんだっけええっと名前なんだっけなちょっとお前嘘嘘だでしょいやあのお前変わったないやそうじゃなくてやっぱ違う最悪でしょ最悪だよこれはまずいよ 中学は特に分かんないね俺高校はまだギリ分かるからねうんでも俺は同窓会徹とかがずっとこう一緒だったから徹に「あれんだっけ?」とか「あの子が分かんねえんだけど」とか言ったら結構教えてもらバババってその辺なんかきそうだもんねいい感じでまたそうそうそう教えてもらってただ受付みたいなのがあってさで行ったら会費とさ名前書いてさそしたらんか紙みたいなちっちゃい紙を。 いて言われて「何これ」っつったらそこに書いてるテーブルに座ってくれてたわけだから俺と離れちゃうのよあなんかいいじゃん何それ面白そうだねそれでテーブルごとに途中でゲームしたりとかああるわけだそうじゃあもうそのテーブルの人たまんないんだうわ下が来たこっちでうわうそうわうわうってうわなるよねなってで途中でゲームとかやるうん徹君向こうに置いちゃって徹君向こうの方にっちゃって そう、でも楽しかった。あ、いいね。そう。ゲームもなんかすごいふわっとしたやつや。え、例えば、え、テーブルから一人ずつ代表出してください。え、何を。でも、みんな。おおじゃぞ。うん。おいで、一分間、後ろ向いて、一分間、立ったと思って、手挙げてくるやつって。で、一位の人だけ、あのクオカードみたいなもらえて。で、他の人たちは、えっと、あの、なんつったっけ。ナノ。うん。ジュース。ナノジュース。 んか分かるかる2回感じそれ飲むの罰としてね罰としてねそうそうだけどそのそのなんつうの全体的な感じが何やってんのみたいな感じでみんなはみんなで喋ったりしてそれでそのゲームがえっとすごくいいよね よかった。うんうん、で挨拶してくれよ」みたいな「ささの使命の」とか言われてさ、うん、でなんかいいやでもまあみんな別に知ってるあれだしちょっとしたエピソードみたいな、うん、みんなと話してたら出てきたから、うん、先生の話とかしてほいであの「僕ね今こうやってやってるけど」つって「うん、中学校とかで培ったことをただやってるぐらいですから」つって「うん、う思うんですけどね」つってこの年代は。うん レベル高いっすっ <laughs> みんなお <laughs> 嬉しいよねうわなんかあと面白かったのがあのー、なんかね男でね「うどんじゃん」みたいなやつ言って、うん、最初「はじ、うんうん、めまして」みたいな。うん 誰かわかるみたいな感じで「めまして」そのずっと最後まで何回も「初めまして」っていう一貫してそうやって近づくだなんだろそいつでもみんな頑張ろうねいやさ向こうもね言ったらさ設楽さんも来るってことは知ってる上だしどう近づこうかって向こうもさドキドキしてるからねそう俺もだからありんかそのありがてえなと思ったらみんなそウェルカムな感じになってくれてだと思うよねだってさあの これ嫌な考え方だけど言ったらね俺すげえさみんなにちやほやしてもらえるじゃんタレントさんってそうテレビどうなのとかさみんな写真撮ってとかサインと例えばさそれがさ22年ぶりっていうのはさみんな10年前にやってるとしても何年ぶりっていうのは変わらないそこでさ要はさ自分今こんなことになってるっていうのをアピリたい人が例えばいるとするじゃんねそうそうそうなのにさそれをさあいつ何調子に乗ってあいつそうなのよ あいいつみたいなそういう人もいいるからね,ね、うん、そういう,こう,そう,いう人にとったら「あいつなんだよ」ってちゃほやされやがってって思われてる可能性もあるなとそう,そう思う芸能人は一番わかりやすくね何やってるかをこう明かせれてるからさそうそうそう別に俺実は今こうなんだっていう必要性もないからね <laughs> そうそうあとでもやっぱすげえあのねえ友達だからさ、うん、割と あの何何回かこう、今はなみたいな感じのこと話すやつが今はさいいいなみたいな。その感じがたまにこうぐさぐさ。なんか、うん、まあ別にまあまあ俺もそんなね、あの、だけど、今はなみたいな、お前が言うなみたいな。ちょっと何回かあったけど、でもまあ悪気もねえし、まあ確かに今はね、こうやってありがたいよって言ってたけど。 なんだもうねそういうそうういことも分かんないからねそうそうまあだダメだったらさ帰ってきてさみたいな話をさダメになるってさなんでそれ前提できてるんだみたいな面白いよ面白そうだねそんな感じでしたね同志の会はい。うん。まあ日村さんもどうぞあったらね面白いいや行きたいなこれもし聞いてる人がいたら何かあったら呼んでほしいですね <laughs> だから、俺も思ったんだけど、俺ね、すげえ前に帰った仲いい子たちに、別に全体のじゃないにしても、なんかそういう仲いいなんか連中で、ちょっとね仲いい連中っても4、5人じゃない、そういうのなんかやってよとか、あったら呼んでよとか言ってたの。 だからたまたま全体的なやつがあったのか。ちょっとじゃあこっちからも食ってこないとねでも今回も思ったけどそういう感じみたいなのやってくれる友達がいるからあれだけどそういうのがなかったらやらないからだから高校のやつなんか一切ないからねうんそうかそうかそうか僕男ばっかだったから別に男同士で集まろうっていう気もなんないもんね女の子が会いたいんだもんね女の子がいるっていうのがでかいと思う会ってみたいじゃん見てみたい単純にどうなってんのっていう 俺絶対そこであのちょっと恋人になる人俺いると思うもん今回の同窓会でああまあまあ友達からねそうそうそう恋人はでも結構みんなもう結婚してんだよこの当時になるとでもいい女でさ今未婚とかいたでしょいやもちろんもちろんねバツイチかもしんないけどその方がもしかしたらでもねそういうとこバツイチもいるんだよ結構いいよねバツイチとか三村さんエロス全開のモードだけリアルにいいよねそうですねなんかね だから、水も甘いもちょっと経験した後の、このさ、壮大な物語っつのがいいわけよ。いいわけよ。ねえ、だってさ、十三歳、十二歳、十三歳からの、十五三年間を過ごして、そこからもう二十年とか経ってんだ。壮大な物語じゃん。そこでまた再会しての、 実はさみたいな好きだったんだけどもう言えるわけそれだよね俺言いたいことって一人だけいるもん中学の時の実は好きだったやめてあげて俺の自由じゃんかそっちは言っていいんだからやめてそれはねいやまあまあまあそんなんでしたいまあね